問来てた。医者にも職業病ってありますか。結論、医療系の番組を見てしまう。医療系の番組を見ているとあら探しをしてしまう。特に内科系を見るとそれは違うだろうということがよくわかります。質問来てた。医学部を卒業してなくても医者になれますか。結論、無理です。医者はまず医師国家試験を通らないといけない。でその医師国家試験を通るには大学で医学部の課程を卒業していないといけない。だから今の話はダメです。質問来てた。30代で医者を目指す人っていますか。結論、いくらでもいます。私が医学部に行った時、僕は一浪だったので19歳20歳の時に行きましたが、その段階で10歳年上および20歳年上の同級生はいました。でその方々も医者になっておりますので30代40代でもいます。医者に年齢制限はありません。やっぱり年を取れば取るほど自分でも分かるのですが、いろんな痛みが分かります。だから年を取って医者になる、なるかなれないかは別として、医者になろうとすることはとても大事なことだと思います。ぜひそういう方がいたならチャレンジしてください。質問来てた。何のために悪病が出るの。結論、酸素欠乏です。悪病をすることで脳に酸素が回るからです。要は脳が酸素欠乏になってたらということです。質問来てた。人間は不老不死になれますか。結論、なれません。人間の細胞分裂から考えるとおよそ120年までしか生きれませんが、逆に120までは遺伝子レベルでは生き残れるということです。また質問ください。チャンネル登録といいねもよろしく。ま、高橋。